国際現代音楽協会は新しい音楽の普及、発展を目的として戦艦期の1922年に設立された国際組織。略称はイサム。日本現代音楽協会は日本支部として1935年に加盟。第二次世界大戦中は除名となるも、1948年に再加盟が認められ現在に至る。また、 日本作曲家協議会は巡回委員組織として認められている。対戦中の3年間を除いて、毎年、加盟国持ち回りで国際音楽祭、ワールドミュージックデイズを開催。各支部推薦局のほか、作曲家個人や出版社からも作品を募集。寄せられた膨大な作品の中から国際審査員による先行審査を経て、約2週間に及ぶ。 音楽祭のプログラムが構成された。ストラビンスキー、シェーンベルクからメジアン、クセナキス、リゲティ、ベリオ、シュニトケ等、日本でも受賞歴のある作曲家たちに至るまで20世紀の重要な作曲家の多くがこの音楽祭に作品が入選している。第1回音楽祭は1923年、ザルツブルクにて開催され、以下の作曲家の作品を取り上げた。 日本では2001年に横浜で大会が開催された。アジアでは1988年、2002年、2007年に香港、1997年に韓国で開催されている。当初から作曲家を支援するための公募やコンクールを併設している。かつては現代音楽のための作曲コンクールが全くなく、 イサムがすべての現代音楽の鉱脈を拾えることを前提に運営していた。しかし、1990年代に入るとイサムの役割は終わったなどとブーレイズに言われたが、僕はそうは思いませんという意見に象徴されるように、必ずしも現代音楽の潮流を考慮した選考が行われにくくなった。21世紀に入るとイサムの役員からも多くの不満の声が上がるようになった。 オルランド・ジャチンとガルシアは、フロリダでイサム入選作の選考を担当しているが、彼ですら、シトットガルト大会でイサムは死んだ。と発言。その発言がイサムのトップページに掲載された。かつては2週間ほど大規模にフェスティバルを組めたが、今世紀は各国とも財政難が続いており、2013年に入っては、スロバキアの経済事情から1年1カ国の原則が、 破られ、複数国での異例の開催となった。現在では最悪の場合もいかがんしか組めなくなっている。この状況のためか、審査員を積極的に若返らせ、なるべく新規の作曲家を公募するように調整している。ありがとうございます。